線ご利用の方はご理解です。次は茅場町でございます。次止まります。バスが完全に停車するまでそのままお待ちください。皆さんおはようございます。現在私は東22区築地駅前に来ているバスに乗車しております。それで私は途中下車茅場町駅前バス停に途中下車いたします。さあバス停に到着いたしましたので早速バスを降りまして目的地に向かいたいと思います。さあバスを見送りまして茅場町の駅前こちらの方にやってまいりました。さあそれでは茅場町の駅前にですねございますのが今回の目的地ガスト茅場町駅前店でございます。さあそれではですねガストの茅場町駅前店とはどのようなお店なんでございましょうか。早速見てまいりましょう。さあこの横断歩道を渡りますと少しばかり歩きますと茅場町駅前店がございます。さてですねガストはですね、日本国中にたくさんお店があるわけですけど、朝食バイキングを提供しておるガストこれは非常に数が少ないのでございます。その中の1店舗さあ見えてまいりましたカフェレストランガストでございます。こちらのお店で提供しているのが、はい、モーニングビュッフェベロイタリア語ですねこちらはですねこの茅場町のスマイルホテルこちらの地下1階にございまして、宿泊客も朝食を提供していただいておるとそういうお店でございます。さあそれではこの地下1階なんですけどねちょっと明るさがちょっと足らないというところでございますが行ってまいりましょう。どのような食事が提供されておるんでしょうか。興味は尽きません。さあスマイルホテル地下1階ガスト茅場町駅前店さあ入店してまいりましょうか。地下ですのでね下の方に下ろして行きましたらさあ、ドアを開けますと入店でございます。さてですね、こちらの方入店してまいりましたがどんな感じなんでございましょうか。いえ、ビジターで食べられますか。ホテル泊まってなくても。はい、はい、もちろん結構です。はい、さあこちらのメニューだけでございますが、こちらといってもたくさん用意してあるのでございます。さあ朝食バイキングビュッフェでございますね。どのようなお料理が提供されておるのでございましょうか。まずは見えますのが和惣菜と卵焼きでございますね。それでこれは揚げ物いろいろそしてご飯混ぜご飯に白ご飯そしてカレーライスということでございます。ガストですのでね、スイーツがね割とたくさん提供されておるこちらの方スイーツでございます。こちらそしてこちらはサラダでございますね。そして、洋風朝食セットと申しますよ。卵とベーコン開けてみましょうか。卵とベーコンこちらでございますね。そしてウインナーとマッシュポテトでございますね。フライドポテトでございます。そちら、焼き魚とパンでございますね。焼き魚とパンを並べるというのは微妙でございますが
そしてサラダの列でございますね。こういうお料理のラインナップとなっております。さあ、それではこの落下より一の膳取ってまいりましょうか。あ、その前にお飲み物を調達しなければなりません。ガストといいますとですね、お飲み物がいろいろ用意されておるということでございます。あったこれブーアルチャがあるね、ガストはね、これが嬉しい。さあ、ブーアルチャが届きまして、まずは一の膳でございます。一の膳はですね、混ぜご飯取りました。そして、卵でございますね。そして卵をご飯と一緒に頬張りまして、いろいろ取らせていただいております。そして卵焼きも取っておりますね。スクランブルエッグ取ってるので卵焼きも取ってる。やっぱりちょっと和風と洋風で味付けが違うんですよね。そこら辺もね、違いを分かっていただきたいと思います。さあ、そしてウインナー、朝食のお供でございますね。ホテルの朝食といえばウインナー、ウインナーなかったら朝食とは言えないぐらいの取り合わせでございます。この混ぜご飯はですね、きのこたっぷり入っておるというような、混ぜご飯でございまして、味わい深い、炊き込みご飯でございます。そんなにね、醤油の味がきつくない、炊き込みご飯でございました。さあ、それではね、鮭でございます。日本の朝といえば鮭、鮭といえば日本の朝ごはん、そういう感じになっております。和食の定番、鮭定食、そういう感じでございますね。吉野家さんとも一緒でございます。鮭と朝ごはんというのはね、セットみたいなもんなんでございます。どん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 食べ進んでおります。このご飯もね、そんなにね、味が濃くないのでね、非常に嬉しい限りでございます。そして、またもや卵や、ね、ちょっと甘めの調理のね、仕方が関東風でございます。さあ、鮭をちゃんと食べさせていただきまして、どん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 食べ進んでおります。さあ、次は何を取るのでありましょうやら。バラエティーに富んだ朝食で私は嬉しい限りでございます。このね、ご飯が美味しい、炊き込みご飯はね、あんまり取らないんですが、白ご飯ばっかり取りましてね、今回炊き込みご飯を取ってみました。ウインナーも進みます。ポリポリね、食感がたまらない。塩味がね、割とよく効いてね、パンチが効いて美味しいです。ご飯がよくよく進みます。何にもかける必要がない、素晴らしい味付けでございます。さあ、次なるはサバの塩焼きでございますね。サバでございます。まあ、こちらもね、日本食の定番といえば定番でございます。最後に唐揚げでございますね。チキンの唐揚げでございます。パリパリとした食感が食を進むのでございます。さあ、しっかりといただきまして、それでは二の膳参りましょうか。さあ、今回はですね、真ん中の列がね、カレーライスでございます。カレーライス、そして、左右にあるものがですね、これがですね、アジフライでございますね。カレーライスとアジフライのセットでございます。真ん中辺は白ご飯とね、カレーでございます。
で、唐揚げでございますね、こちらも。先ほどに引き続きまして、唐揚げを取りました。唐揚げカレーでございます。まあ、やっぱり揚げ物とね、カレーライスというのは非常に合う。こちらね、アジフライでございます。何もかけずにいただきます。もうカレーに味がついてますのでね、カレーを食べるという前提なら、いろんな、ソースとかケチャップなんていうものはいらないと思います。さあ、カレーライスを箸で食べたり、スプーンで食べたり、ややこしいこと限りでございます。さあ、アジフライもいただきましょう。まあ、アジフライ食べるたびにね、箸でいただいてるというような感じになるんですよ。さあ、カレーを食べたら、ベーコンも取っております。これもご飯に巻きまして、カレーライスベーコンでございます。ベーコンカレーね、ベーコン唐揚げアジのフライね、そしてカレーライス、これは取らせていただきまして、いただいております。さあ、ベーコン巻きのカレーライスでございます。さあ、どん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 食べておりまーす。どんどんさらえましてね、カレーライスをね、ベーコンで巻きまして、食べ進んでおります。なくなってまいりました。どんどん食べ進んでおります。さあ、最後に残りましたのはアジのフライ半身でございます。さあ、こちらの方をいただきまして、最後にいただきますのが、これはスイーツでございます。クリームあんことパンケーキでございます。パンケーキの上にクリームとあんこと乗せてあるというようなスイーツでございます。まあ、これは和スイーツでございますね。まあ、パンケーキがようだんですが、まあ、どら焼きみたいな感じだと思ってください。それにプーアール茶でございます。香港でいうところのポーレイでございます。ポーレイ茶とね、ホンダウサーでございますね。ホンダウサーとポーレイ茶でございます。でパンゲでございますね。この取り合わせで最後のお膳をいただいております。このね、最後にスイーツゆったりとね、食べられるっていうのが朝の贅沢なんですよね。で、脂っこいものを食べた後のプーアール茶、これも美味しい。ガスのプーアール茶はそんなにね、悪くないですよ。最後の一戦目を捨てないと、やっぱり臭くてまずいという評価になってしまいます。一戦目捨てればね、そこそこ美味しい味になります。このあんこもね、なかなか甘さがね、控えめであります。最後までご視聴誠にありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願い申し上げます。大変励みになります。またご質問等はコメント欄にて残しておいてください。はい、ありがとうございました。